こんにちは。こんにちは。後藤さん。今日はどうぞよろしくお願いします。はい。じゃあ、後藤さんがね、参加してくださったので、早速今日の、ライブトークをスタートしていきたいと思います。後藤さん、今日はよろしくお願いします。お願いいたします。はい。はい、改めて、ちょっとね、はじめになんでこういうライブをやっているかっていうのを、皆さんにお伝えしたいなと思っているんですけれども、今、コロナ禍も1年間続いて、暮らしぶりが変わったりとか、人によってはね、こう、もやもやしたりとか、ストレスをね、抱えていたりとか、そういう方も多くね、いらっしゃるんじゃないかなと思っていて、で、そういう時に、今回、昨日から7日間連続で、いろんなね、分野で活躍されている人たちのお話を聞いて、なんか皆さんの、こう、日々の暮らしの中に、こう、笑顔とか、なんかハッピーな気持ちとか、なんかそういうのをお届けしたいなと思って、ライブの方を開催させていただいております。で、今日はライブ2日目で、ゲストに、静岡の沼津で、雑貨店春を営んで、いろんなね、もう皆さんも本当にファンの方も多いと思うんですけど、書籍を、はい、とか、あと雑誌のね、連載とかでも、活躍されている、後藤由紀子さんをゲストに、お話をしていきたいと思います。後藤さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、後藤さんからちょっと自己紹介、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、静岡県沼津市で生活雑貨店春をやっております、後藤由紀子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はインスタライブなので、皆さんもコメントをすごく気軽に入れられる形なので、ぜひね、聞いていただいて、コメントとか気軽にこう書いていただいて、最後にね、後藤さんとそのコメントを読んで、質問とかがあったらお返しする時間を作りたいなと思っているので、皆さんぜひ気軽にコメントの方も、どしどしね、はい、書いていただけたらと思います。で、今日、後藤さん始まる前に主人が後藤さんに手を振りたいって言ってて、うん、ちょっと現れてもいいですか。一緒に仕事をしている主人なんですが、はい、すごい後藤さんがやっぱり大好きで。久しぶりお変わりないですか。こんにちは。お変わりないですね。なんかね、後藤さんの顔見ると元気出ますよね。はい、はい、元気です。ね、これからね、ちょっと後ろでね、主人も一緒に聞いているので、はい、ぜひよろしくお願いします。楽しみに聞いてます。はい、で、後藤さんね、まあ、今回ね、まあ、こんなことに、ね、なるなんてね、本当1年半前は思いもしなかったんですけれども、もうずっとね、マスクをしなくちゃいけないとかね。でも、今そういうのが、まあ、暮らしがそんな風になって、なんか後藤さんのこう、日々の暮らしの中で、こう、変わったこととかってありますか？あと、なんか新しく挑戦されたこととか。新しく始めたのは、YouTube を、去年の9月から始めまして、うん、でそれまでにウェブで動画でインタビューっていうのが増えてきていて、うん、で友達とかからゆきちゃん動画いいよって言われて、はい、うん、でなぜかこう評判がよくって、うん、で、まあ、まず後藤さん動いてるから始まり、うん、それでなんかこんな話動いてる、うん、それで、まあ、コロナ禍で県外から来られることもなかなか難しくなってきたのとちょうどマッチして、うん、沼津まで足を運ばずとも私の話をその動画で見ることができるみたいな、うん、なんかそういうのを試みとして始めたら結構ちょっと前までは書籍とか雑誌見てますっていう方が多かったのが、うん、最近ご来店の方は YouTube 見てますっていう方が多くって、うん、そのぶっこけ加減とかがもう分かってくださってるのである意味楽っていうか、うん、はい、すごい後藤さんの YouTube 私もねチャンネル登録を実はしてありがとうございます見ているんですけれども後藤さんとこう
直接ね、お会いするようになったのは、イベントがきっかけで、それまではね、私も後藤さんの本を読んで、どんな方なんだろうと思っていたのが、お会いしてみたら、こう、話し方とか、声のトーンとか、なんかそれが、なんか、ちょっとね、想像してたのと、また違って。ああ、どう想像されてました？なんか勝手に、チャキチャキしてないっていう意味じゃないんですけど、なんかこう、チャキっていう感じをイメージしていたら、すごく声のトーンが、すごく後藤さん柔らかくって、なんかもう後藤さんのお話を、隣で声を聞いてるだけで、すごくね、なんか、癒されるんですよね。ダラダラしてるからね。そうじゃないですか。なんか、こう、心がね、楽になるというか、今もね、後藤さんの声癒されます、大好きっていう風にコメントくださった方もいるんですけど、なんかその、それこそこう、動いてる後藤さんを、こう、見れるのが、すごく YouTube で楽しくって、すごく癒しボイスです、本当に。なんか言われます。あ、癒しボイス、ありがとうございます。実際に、去年の11月に、三越のおへそ店でご一緒した時も、後藤さんが、ちょっとこれペンですけど、チキっていう感じでカメラ出されて、こういうふうに回されていて、それを見て、あ、いつもこんな風に撮ってるんだって、ちょっと裏側も見れちゃったりとか、ね、すごいちっちゃいカメラでね、撮られていて、で、それが、すごくね、裏側も見れちゃったりとか面白かったんですけど、YouTube のね、私、それこそコロナになって、YouTube を初めて見たんですよ。それまで見たことなくて。そう、私も、曲とかを聞くとかはあったんですけど、動画を見るってことが一回もなくて。なかった。だから、そう、よく分かってないで今もやってるんだけど、その編集のチームがやっぱり26歳と28歳で、もう動画ネイティブ世代っていうか、もう何をやればいいみたいな、そういうのを教えていただいてます。ね、なんか、私も娘が、今小学校4年生なんですけど、YouTube 世代なので、もういつも YouTube 見て何が面白いんだろうって見てたら、まあコロナになって自分が見るようになったら、あら、やだ、これ楽しいと思って、で、後藤さんのチャンネルを登録、チャンネルを登録っていうの意味がわかんなかったんですけど、チャンネルを登録したら後藤さんがアップされると、おすすめですってこう表示されて、で、それでもうすぐ見て、わー、後藤さんだ、みたいな感じで、はい、いつも思ってます。で、なんかこう、後藤さん、やっぱりこう、なかなかね、足を運べないんですけど、YouTube の中でね、後藤さんを見て、好きなね、アイテムとかが紹介されると、すごく嬉しくって、で、この前ね、後藤さんが、このバッグを、ちょっと、2週間ぐらい前かな、紹介されていたんですけど、これが、後藤さんが改めて、こう、紹介する動画とかを見て、私これも2年ぐらい愛用していて、ほぼ毎日使ってます、後藤さん。ありがとう。私も今日も使ってます。あ、本当ですか？で、なんかこう、自分が愛用しているアイテムのことを、改めて後藤さんが動画で紹介されてるのを見て、わあ、買ってよかったって思ったりとかしていて、で、これもね、なんかちょっとぜひ皆さんに見せたいんですけど、すごい、後藤さんのね、春の別注のバッグですごい軽くて、コロナになる前は私いつもここに携帯を入れてたんですけど、今ここにハンドフレッシュな、手の除菌を入れていて、迷子にならなくて、こう出かけた先とかでもすぐこうやってシュッてできるので、なんか今にすごく使いやすくて愛用してます。ああ、よかったね。はい。ね、ぜひね、皆さんも後で最後に後藤さんの YouTube チャンネルを貼っておくので、チャンネル登録やったことがない方はぜひして、後藤さんからのお手紙みたいな感じで、ね、見て、ぜひ一緒に見ましょう。癒されましょう。ね。でも本当にこんな、まあコロナになって、ね、YouTube に新しく、挑戦されたりとか、されているんですけど、なんかこう、暮らしの中で、こう、日々をね、楽しむために、後藤さんがね、工夫していることとかってありますか？こんな今だからこそ。もうなんか、
もうこのご時世やっぱり心が折れることもいっぱいあったんですけど、うん、あったけれども、でもなんかこう自分の機嫌は自分で取るみたいのがあって、うん、あのでもお気に入りのものを着るだけでもやっぱりおしゃれするってこう心が上がるし、うん、あともうお気に入りのそのなんていうのかな、アクセサリーつけて、でもう気に入ったもので身をまとって暮らすっていうのだけでもとっても気分が上がるんだと思うんですよね、うん、その手立てがいろいろおいしいものを食べるとか音楽聴くとか、うん、映画読むとか本読む、あ、映画を見るとか本を読むとか、みんなそれぞれあると思うので、うん、それをこう積極的にこういう時だからこそちゃんとやるみたいのがあると、うんうん、あの人生彩るんじゃないかなと思います、うんうん、なので好きなものがある人っていうのはこういう時強いんじゃないかなと思う。そっか、うんうん、好きなことね、なんか、うん、こうついつい昨日も一田さんと話してたんですけど、一つの出来事があっても、うん、マイナスに取ることもできるしプラスに取ることもできるし、うん、なんかそれって自分次第なのかなって昨日一田さんの話を聞いていて、うん、今の後藤さんの話を聞いていてもこう自分のご機嫌を取れるのは自分自身とか、すごくなんか皆さんこう自分に対する軸がすごいしっかりしてるなって、うんうん、だから市田さんの言われることとか書かれることもすごい、うん、あ納得してうなずきながら本読んじゃう感じ、うん、あ、わかります、うん、人のせいにしないでその自分でこう責任取って楽しむみたいなのは大事かなと思いますね、うん、一つの物事があってもこうなんか加点式で物事考えるようにはしてるんですけど、うん、なるほど、加点式、はい、減点式の方もやっぱりいらして、うん、あ、ここもダメ、ここもダメ、あれもダメじゃなくて、うん、あれもいい、これもいい、あ、こっちも良かったじゃないっていうふうに思うと、うん、それだけで気が晴れるっていうか、うんうん、物事は同じことであったとしても、うん、それは考え方の癖としてあるかなと思います。うん、加点式、うん、私ついついこう100点を求めちゃう性格で、うん、優等生だからねそうするとなんかこう、うん、あ、これもダメこれもダメっていう風に思いがちで、そうするとやっぱり今みたいな時になんか辛くなってきちゃうこととかもあって、うん、なんかその後藤さんの言う加点式ってすごくいいと思うので、うん、なんか自分を褒めてあげるのって自分しかいないので、なんか褒めてあげます、うん、とか人のことも、うんうん、あのいいところ見つけるっていうか宝探し的な感じで、うん、あ、この人偏屈だけどここがいいとか、うん、あ、この人感じ悪いけどでも本当はこう言葉は悪いけど本当は根がいいみたいな、なんか私はなんか口が悪い人は信用できるタイプなので、うん、あの割と好きな方だったりするので、うん、はい、なので、うん、なんかそれだけで全然違うんじゃないかなと思います、うんうん、なるほど。もうちょっとあの、後藤さんって普段こう、今日ね、実は聞きたいなと思ってたことがあったんですけど、もう今答えを聞いちゃって、聞いちゃった感じだったんですけど、後藤さんがすごくね、こう幸せを見つけるのがすごく上手だなって思って、日々の中に、こう、なんかこう、お花を見て綺麗だなって思ったりとか、こう、外の景色を見たりとか、映画を見たりとか、うん、そういう、こう、なんか楽しいとか、いいなって思うことが、インスタとかで書かれてるときに、すごくストレートに伝わってくるし、あと、今回、イベントをね、今回のこのライブ投稿をやるのを決めて、後藤さんに紹介、お願いを、お話をしたときに、私すごく、ここ、嬉しかった言葉があって、溜め込まない、溜め込まないで風通しよく循環させていきましょうっていう風に LINE をくださったんですよ。もうね、その言葉を見て泣きましたなんか、あ、もうほら100点、100点主義だからもう頑張んなきゃ頑張んなきゃってもう毎日毎日思って、もう頑張れないって思って、今回なんか皆さんに何か一緒にちょっとやりませんかって、あんまちょっと大変なみたいな出ちゃう
やだ、私も泣いちゃう。なんかそしたら後藤さんから、そういうふうな肩の力を抜いてね、みたいな感じのメールをいただいて、もう本当になんか泣けちゃったんですよね。で、なんか抱きしめたい。密になっちゃうけど。密になっちゃう。だからもう本当にこう、私も後藤さんみたいに、こう、日々の中で、こう、幸せを見つけたいなと思って、そのコツを教えてほしいですって言おうと思ったら、今、教えてもらいました。ただ、幸せ袋は小さい方で、うん、ほんのちょっとのことですぐ幸せになるみたいのは、うん、あるなとは思うので、うん、そのなんか風が気持ちいいとか、そういうのは、うん、あ、今日天富士山見えて嬉しいなとか、うん、そういうことをちゃんと感じられる心でいたいっていうのもあるし、うん、ざわざわしたりもやもやしてと感じられなかったりもするときももちろんあって、うん、それどころじゃないときももちろんあるじゃない。そうですね、うんうん、だけどそのお花が、あ、今この時期なんだなってこう道端歩いてたりあったりとか、うんうん、それだけで結構救われるところもやっぱり人間あるので、うんうんうん、ちゃんと感じられて嬉しいな、うん、大丈夫お子さん大丈夫大丈夫大丈夫ですちょっと涙が出ちゃったそう、うん、でもね、ちょっと私も明日はちょっと、うん、お昼のね休憩の時とかに外に行って、近くに大通り公園があるじゃないですか、うんうん、ちょっとそこに行って空を見上げてみたいと思います。気持ちがいいだろう、ね。うん。カラッとしてね、うん。また行きたいです、札幌に。ね、札幌にもね、ぜひいらしてください。ね、で、なんかこう、ま、で、ちょっとね、話がね、戻るんですけど、こう、後藤さん、すごく幸せを見つけるのも上手だし、あともう一つ皆さんに、最近私が後藤さんに幸せにしてもらったことがあって、それをね、言いたいなって思って。なんかやって。あ、ほら、後藤さんに、先日これ後藤さんがお取り寄せくださって、うん、で、はい、これの関数、これシエスタで新商品で出している、うん、ツヤ肌オイルっていうオイルで、5月末まで予約販売で今、注文を受けしております。で、これをね、後藤さんが、お取り寄せくださって、使ってくださった時に、15年前、シエスタを始めた頃よりも、月柴さん、今の方が肌が綺麗って言われて、ものすごく嬉しくって、すごく嬉しかったんですね。よし、頑張ろうっていうふうに思って、なんかそういう、こう、人を頑張ろうっていうふうに、こう、言葉をかけてくださる、なんか後藤さんもすごく大好きだなって思って。いや、本当のことを言ったまでで、はい、今の方が全然お綺麗と思って。ありがとうございます。なので、そう、やっぱり日々お手入れしているのが、うん、ね、やっぱり今出てるのかなと思って、うんうん、まあ、いいもの使ってらっしゃるんだなと思って。ありがとうございます。うん、ね、本当、15年前ってすごい私肌が荒れていて、肌が本当に市販のものが合わなくて、で、肌が荒れていたのが、今、本当にこういうのとか作るようになって、肌荒れが治って、本当私も自分が今一番好きだなって思ってたから、それをね、言ってくださって本当にありがとうございます。いえいえ。で、本当にこのオイルがもうもちもちになって、ね、うん、いいものはありがとうと思って。ありがとうございます。すごい、ね、発明かと思いました。あ、嬉しい。はい、ぜひ使っていただけたら嬉しいです。ね、皆さんにぜひおすすめですので、はい、お試しいただき、ありがとうございます。あとパッケージもすごい可愛いので、贈り物に、うん、はい、とてもいいかなと思いますね。ちょっとシンプルにしたので、なんか皆さんのお家に置いてもらっても、こう邪魔しないような感じにしたいなと思って、うんうん、はい、お作りしたので、すごく肌が綺麗になるので、よかったら試してみてください。ね、おすすめです。で、皆さんからね、すごいね、コメントがね、いっぱいね、ついていて、ちょっとね、はい、そちらをね、振り返りたいなと思うんですけど、すごい、後藤さんのね、バッグをね、愛用してくださっている方からコメントいっぱい届いてたりとか、あと、YouTube 見てくださっている方とか、はい。あと、後藤さんが、好きなものに触れる時間を、とか自分の機嫌は自分で取るっていう言葉を
そばで聞いてるご主人様がメモを取っていらっしゃったりとかっていう、はい。はい。あの、ご感想いただいていたりとか、あと、あの、質問をね、いただいてるんですけど、あやこさんとゆきさんの一日の自分へのご褒美は何ですかって。私割とご褒美多めで、うん、あ、素敵、何を、まあ、のはそのやっぱオンラインで今通販で頼んだりとか、うん、あと本当にあの人が入れてくれたお茶だけでももうご褒美だったりとか、うん、取り寄せも美味しいもの取り寄せたりとかも大好きなんですけど、うん、うん、でもそうですね、なんだろう、え、あやこさんは何ですか？私も今、なんだろうって思って考えてたんですけど、うん、なんだろう。なんだろう。うん。ご褒美。なんかね、お風呂に入るのがすごく好きで、うん、こう、お風呂で、ちょっと前まで私、娘と一緒に入ることが多くて、一人で入ることができなかったんですけど、最近、一人で入って、こう、お風呂で、のびのびってするのが、もう、毎日のことなんですけど、ああ、今日も幸せっていうふうに思いますね。お湯に浸かるっていい文化だなと思います。うん、本当にいい文化だなと思います。ね、外国に行くとないじゃないですか。シャワーだけって。浸からないなんて、そんな。人生の楽しみを半分なくしよう。そうそう。うん。え、後藤さんは何かありますか？まあでも晩酌をするので、うん、それが、あ、今日も一日お疲れ様っていう時間ではあるので、うんうん、それで終わるっていうのはあるかな。うんうん、あとは、なんだろう。なんだろう、でも、うん、ご褒美多めです、いろいろ。でも私もちょっと。毒豚ですみません、みたいな。あ、あと私、アイス食べるの結構好きで、夜、あのご飯食べた後に、小さい頃からデザートを食べるのが、我が家、こう、習慣だって、フルーツだったりとかってあるんですけど、時々、ハーゲンダッツのアイスを家族で食べるんですけど、なんか幸せだな、ささやかなんだけど、幸せだなって思います。うん。もう聞いてて心が温まる。あ、今、コメントで、晩酌最高ですね。ジャイアントコーンもいいですね。っていうふうにコメント。そう、ジャイアント、うん、私の中でもアイスは、本当に半年に一回食べるか食べないかぐらい、うんで、ペヤングとジャイアントコーンが同じ頻度ぐらいなんだけど、そうなんですね。なので、あれ紹介したけど、しょっちゅう食べてるわけではなくて、うん、チップスもね、紹介もあげてやったんだけど、うん、本当に冷たいものがお腹が弱いので、うん、夏でもあったかいもの飲んでる感じで、うん、なので、本当に食べたいときは、小池屋ののり塩と、ジャイアントコーンと、うん、あとペヤングみたいな感じが半年周期ぐらいで来るのが、うん、なんか、うん、あ、よっぽど疲れてんだなとか、うん、なんかそういう時、よっぽどしんどいんだなって思う時のご褒美がそれです。うんうん、なんか今度、ぜひ、なんか、後藤さんのご褒美多め、って言ってた、ご褒美を YouTube で聞かせてください。あ、はいはい、いつでも。じゃあ今度の課題でやります。うん、楽しみにしてます。ね。でさ、あの、はい、シエスタでね、シクレっていうお砂糖のスクラブ作ってるんですけど、それをね、ご褒美にしてますっていう方もすごくいっぱいコメントくださって、皆さんありがとうございます。あ、いっぱいコメントが。はい。今ね、ちょっと完売しちゃってるんですが、7月かな、7月の限定商品でまた出る予定なので、ぜひ見てみてください。じゃあ私も始めます、うん。ありがとうございます。ね、あっという間に、ちょっと私が途中で泣いたりなんかしたので、25分になっちゃって、ね、あの、最後にね、あの、なんかまだまだ、話して、ほんとお茶飲みながら話したい感じなんですけれども、うん、ね、はい、またね、後藤さんと会っておしゃべりするのをすごく楽しみにしています。ね、それまで、ほんと、YouTube とかインスタとかでも、あの、こう、後藤さんが発信されることで、こう、パワーをもらいたいなと思うんですが、あの、
これからね、後藤さんのお店だったりとか、後藤さんがなんか予定されているイベントとか、もしあったら、教えていただいてもいいですか？はい、近々ですと、うん、25? うん。今日明日から、うん、25、26から、10月2日まで1週間、静岡伊勢丹の2階で。うんうん、明日から10月10月？あ、10月じゃない。6月。6月、全然違う。6月、1週間だから、うん、6月何日だろう。まあ、1週間、うん、はい、ポップアップでやらせていただいて、29日の、静岡の伊勢丹、うん、はい、29日の土曜日に在店します。うん、それで、あと、立川の伊勢丹と、うん、松山の三越が、9月の22から2週間、同時開催でやりますので、うんうん、はい、それで、そんな感じですかね、今のところは。うん、じゃあ、そしたら、ね、静岡にお住まいの方でね、もしちょっと行けそうだったら、うん、ね、今週末行ったら後藤さんに会えるし、ちょっと先だけど、9月、10月の楽しみに、ね、はい、松山の方。松山は行かないんですが、立川は在店日がある予定ですが、うん、まだちょっとわからないので、うん、決まりましたらこちらでお知らせを。はい。すごい皆さん楽しみ、先の楽しみを今、後藤さんからプレゼントしてもらって嬉しいです。ね、よろしくお願いします。ね、シエスタも、明日からなんですけど、まあ、今回コロナで大変な時期なので、なんか、もともと顔を洗うように作っているんですけど、こういうね、髪の、すごいかわいい、はい、髪石鹸なんですが、これを、プレゼントを明日からさせていただくので、よかったら、インスタとかにも詳細載せてるのでご覧になってください。はい。ね、それでは、後藤さん、本当にね、お忙しい中、今日はね、お時間をいただいてありがとうございます。こんな、うん、豪華メンバーに混ぜていただいて本当にありがとうと思って。もう本当に皆さん、お力貸していただいて、もう本当に、ね、私もワクワク。ですよね。もう人望の塊の7日間に詰まってる感じがした。なんかもう宝物な7日間になるなって思っているので、うん、はい、ね。また明日は、吉祥寺の、カフェのオーナーで、あとお洋服のデザイナーでもある、中富さん、中富美香さん、衣チェーンの中富美香さんを、はい、ゲストに、夜の8時から、ライブをしたいと思うので、もしよかったら皆さんまた聞いてください。私も見ます。ありがとうございます。はい、後藤さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったです、はい。皆さんも聞いてくださった。はい。頑張る。いや、頑張るじゃん。肩の力を抜いてね。はい。ありがとうございます。